アイカツフォトオンステージ、唐突に始まります。フォトカツのお時間だよ、みんな集まれ。はい、前回のフォトカツの動画でですね、曲のリクエストを受けたまでもかかわらず一曲もプレイすることができなくて申し訳ございませんでした。多分3ヶ月連続ぐらいで謝ってると申し訳ないです。本当に申し訳ない。ちょっとね、いろいろ立て込んでてね。はい、というわけで8月21日から、服部観光、服部機構アイカツ観光ね、イベント服部観光アイカツ機構ね、始まります。で、今回はね、もう今日から8月の18日からもうすでにお出かけが開始しています。さあ見ていこう。さあ出てきてくれ。今僕が必死でトークでつなげるから出てきてくれ。そう、まさかの、まさかのです、服部優ちゃんがプレミアムレアで登場しました。初です、初です。まだまだレギュラー陣の中にはプレミアムレアになってないね、アイドルたちがいるにもかかわらず、まさかの服部優ちゃんがね、プレミアムレアで出てきてくれました。いやー、すごい、すごいことだこれは。そしてね、またね、また言い過ぎって言われるから、言い過ぎって言われるからよくない、まあ言い過ぎないようにしておきましょう。ただね、今回の服部優さんのフォト可愛いっす。結局言っちゃったけどね、結局言っちゃったけどね、うん、あのね、今もう必死でトークで繋いでるから頑張って頑張って。いやもうね、 Wi-Fi ルーターがさ、 Wi-Fi ルーターここにあるんだけどさ、 UQiMAX ね、これね、日頃結構ね使うんだよね。使う量がすごいからすぐね、もう速度制限入っちゃうから、もう今こうしてるこのダウンロードもものすごくね時間がかかっちゃう。どうにかしたいなとは思いつつもどうにもできないこの現状。そう、家にインターネットが、ね、開通すれば解決する問題ではあると思うんだけど、来た、よし来た、よし、ありがとう。こだわりのリポート、好きな人いるんじゃないですか、こういうの、こういうの好きな人、手あげて、手あげて、そこ、あそこ、あ、じゃあいるね、結構いるね、結構いるね。全体の約 5% がこういうフォトが好きと。ああなるほど、あかりちゃん、ああいいっすね、いいっすね、いいっすね。ニーナちゃん、はあ、最近さ、ニーナちゃんとキララちゃんが一瞬かぶって見えるの僕だけだな。いるいる、あ、全体の 30% いますね。一瞬、あ、一瞬、あって思うことがね、よくあるんだよね。はい、じゃあスペシャルお出かけいきましょうか。シャイニースターを使ってスペシャルお出かけいきましょう。ポチッといきます。さあ何が来るかな。まあ、とりあえずね、とりあえずピックアップなんですよ。メドレーイベントはもうとりあえずピックアップが来てくれないと始まらない。まあ一応ね、前回までのイベントで、まあ、結構揃ってはいるからできないってことはないんだけど、できれば来てほしい。35億。さあさあさあ、このテンションでずっと続けるので結構きついんだね。お、来ましたね、来ましたね。行きましょう、シャッターチャンス、1回、ワンパシャ、ワンパシャです。さあ開いていきましょう。ポンポン、はい、1枚、マリアちゃん、さくらちゃん、お、りんちゃん、りんちゃん、はいはい、しおんちゃんね、あーなるほど、スーパーリア以上が3枚ということで1枚ずつ上げていきましょう。1枚目、びっくり、びっくり、初ですね、楓ちゃんのプレミアムレア。一応常設のプレミアムレアかな。びっくりした。じゃあもう一枚ずついきましょうか、ポンと。はい、ランちゃんからの、おお、ニーナちゃん、よかった、ピックアップ来てくれた。一瞬、一瞬ユウさん来たかなと思ったんですけどもね、まさかの楓ちゃんでしたね。こう唐突に来られるとってなるね。はい、じゃあ、コレクシカツヤで、知っとるで、はい、あかりちゃんとゆうちゃん、あ
あかりちゃんとゆうちゃんが特番のロケで大阪に来ている。うん、私も大阪のなにわ天海神学園で笑いを学んでいる。ここはこれぞお笑いっていうお手本を見せたいとですね。よし、この串カツをマイク代わりにしてあかりちゃんのやつを絶対に笑かしてる。やで。なるほど、これマイク代わりなんですね。なるほど。ちょっとまさかの出てきた楓ちゃん。色とりどりで見る人の目を楽しませてくれるマジカルトイのピエロカーニバルコーデ。フラッグやリボン、トランプ付きのミニハットまで遊び心たっぷりのデザインだね。ピエロを意識したフェイスペイントも面白いでしょう。衣装丸ごと楽しんでもらえたら嬉しいな。というわけです。両方ともじゃあドリスアップ行きましょうか。デデーン。さあ、ドレスアップ行きましょう。ドレスアップが どこだああ、もうすでにここにいたわ。さあ、まずは楓ちゃんから行きましょう。ポチッとなドレスアップ。来た来た来た、やっと来た、やっと来た。はい、行きます。せーの、ドレスアップ。ドレスアップ。おー、いい襟がいい。いいっすね、いいっすね。ははーん。さあ、そしてニーナちゃんですね。ニーナちゃん行きましょう。ドレスアップ。さあ来い。まだまだか。さあ来い。あ、来た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 。さあ行きます。ドレスアップ。ドレスアップ。すげえすげえファッションモンスターって感じですね。見ていきましょうか。よっよっ、ここぐらいかな。このぐらいかな。痛い。リボンモンスター。あー先に言っちゃった、ごめんごめん、先に言っちゃったな。ほほほほ。はちゃめちゃ大きいリボンからニョキッと生えた角が可愛い、めちゃパニックのビッグリボンモンスターコーデです。あちこちにプリントされた怪獣の足跡がゆるかわですね。上部分にボリュームある分、下はスッキリだからスタイル美人に見えちゃう。やでー。なるほど、申し訳ないですね。先に言っちゃったかな。さあ、楓ちゃんどこ？楓ちゃんここ。はい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 。マルセルさんが特別に用意してくださったマジカルトイの新作ドレス。この斬新さとおしゃれ感のバランスはどのブランドにも真似できないかも。マジカルトイの遊び心が生み出す強烈な個性とインパクト、それこそがマルセルさんのドレスの魅力だね。さあ、これですよ。あー、なるほどなるほど、マジカルトイ感が出てますね。いいですね、このお馬さん。いいですね、お馬さん。あー、なるほどなるほど。はい、というわけで、はい、11年お出かけやっていきました。メロドレイベント頑張りましょう。それじゃあまた次回、バイバイ。